今日は白菜の春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜の春巻きを作っていきたいと思います。今が旬のお野菜、白菜をたっぷり入れてパリパリでとても美味しい春巻きに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、豚の細切り肉、長ネギ、人参、干し椎茸、春巻きの皮、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、白菜なんですが約 250g 使用していきます。少し多めにね、 300g ぐらいでも OK です。そして今回白菜以外に長ネギと干し椎茸、人参を入れていきます。干し椎茸に関しましては生の椎茸を使っていただいても大丈夫です。ただ干し椎茸を使っていただくと干し椎茸の戻し汁の出汁も使えるので、より旨味があって美味しい仕上がりになります。そしてあとは豚の細切れ肉ですね。こちらはお好みの部位のものを使っていただいて OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、薄力粉、片栗粉、お水、塩コショウ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずお酒に関しましては、こちらは清酒を使っていきます。塩分の入っていないお酒になります。片栗粉に関しましては、こちらは少し具材にとろみをつけるのに使っていきます。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずはじめに椎茸を戻していきます。こちら一度さっと水洗いしてください。水洗いしたら容器に入れて、ここにお水を入れます。そしてここにラップをして、このまま椎茸を戻していきます。ものによってね、戻し時間が変わると思うんですが、だいたい30分から1時間ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。それでは続いて白菜を切っていきます。まず根元を切り落としてください。そしてだいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。そうしましたらこちらザルに入れます。そして一度白菜をさっと水洗いしてください。はい、そして水洗いしたらペーパーで水分を拭き取りましょう。水っぽい状態でね、炒めてしまうと油跳ねの原因になるので、水分はねできるだけ拭き取ってください。白菜の準備はこれで OK です。それでは続いて長ネギですね。こちらは斜めの薄切りにしていきます。長ネギはこのように斜めの薄切りにしてください。それでは続いて人参です。まず人参は皮を剥きます。はい、そして皮を剥いたら薄切りにしてください。そして何枚か重ねて細切りにしていきます。はい、人参はこのように細切りにしてください。では続いて椎茸ですね。こちらしっかり戻ったので、一度ね水分を絞ります。そしてこちらの戻し汁は後ほど使っていきますので、こちらはこのまま置いておいてください。そしたらまず軸を切り落とします。そして細切りにしていきましょう。干し椎茸はこれで OK です。軸の部分もね、使えるようであれば使ってください。続いて細切れ肉ですね。こちらも細切りにしていきます。大体で大丈夫です。適当にね切ってください。はい、細切れ肉はこのようにね適当に切って、そして塩コショウで下味をつけます。お肉はこれで OK です。では続いて水溶き片栗粉を作ります。まず器に片栗粉です。そしてお水を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、 OK です。このようにね、炒める前に必ず水溶き片栗粉を作っておいてください。そしたらですね、水溶き薄力粉も使っていきます。こちらは春巻きの海苔として使っていきます。まず薄力粉ですね。そしてお水を入れます。これをよく混ぜましょう。
水溶き薄力粉はこれで OK です。こちらもね、あらかじめ準備しておいてください。そしてこちら椎茸の戻し汁ですね、こちらは 50ml 用意しておいてください。それではね、具材を炒めていきます。まずフライパンにサラダ油を薄く敷きます。全体に伸ばしましょう。そして火にかけます。火加減中火です。一度30秒ほどこのまま温めてください。はい、で30秒ほど温めたら、ここにまずお肉を入れます。そしてお箸でほぐしながらお肉を炒めてください。これで大体ね、5割から6割ぐらい火が通ったら、ここに人参とあとは白菜を加えます。これで炒めましょう。火加減はそのまま中火です。これでお肉に火が通ったら、続いてここに長ネギとあとは椎茸を加えます。そして炒めましょう。あとね、少し塩コショウも振ってください。はい、で長ネギと椎茸を加えてから1分ほど炒めたら、ここに椎茸の戻し汁を加えます。そしてお砂糖と鶏ガラスープの素、そしてお酒、あとはお醤油を加えます。そしてよく混ぜましょう。これで一度ね、炒めながら水分を飛ばしていきます。火加減はそのまま中火です。はい、で3分くらいね、水分を飛ばしたら、最後強火でね、水分を飛ばしていきます。はい、OK です。一旦火を止めます。このようにね、具材の水分が飛ぶまでしっかりね、炒めてください。そしたら具材を一度広げます。そしてここにね、水溶き片栗粉を回しかけます。ちょっとね、片栗粉が沈殿してると思うので、しっかり混ぜて、そしてここに回しかけます。回しかけたら手早くね、混ぜましょう。火にかけた状態でやるとね、ダマになったりするので、必ず火を止めた状態で水溶き片栗粉を入れてください。そしたらもう一度火にかけます。火加減中火です。このまま1分ほど炒めてください。はい、でこれで具材にとろみがつけば OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらバットにね、具材を取り出してください。そして全体に広げます。広げたら表面にピタッとラップを貼り付けてください。こちら乾燥防止です。そうしましたら、こちらの具材の粗熱を取ります。だいたい触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。はい、具材の粗熱が取れました。ラップを外します。そしたらこちらをですね、大体で大丈夫です、10等分にしていきます。はい、このように10等分にします。それでは具材を巻いていきます。まず春巻きの皮ですね、1枚剥がしていただいて、ザラザラしてる方を上にしてください。ツルツルしてる方がね、表面になるように巻いていきます。まずそしたらですね、手前に具材を乗せます。具材を乗せたら一巻きしてください。ちょっときつめにキュッと押さえていただいて、もう一巻きします。でもう一巻きしたら両端を折り込みましょう。はい、そしてあとはくるくる巻いていきます。具材がね、はみ出ないように巻いてください。あと1回くらい巻けるぐらいになったら、この巻き終わり部分に水溶き薄力粉を塗ってください。そして巻きます。巻き終わりはね、しっかり指で押さえて留めてください。こんな感じに巻いていきます。今回の春巻きの大きさは約 11cm×3cm ほどの春巻きになります。こちらの大きさは目安にしてみてください。それでは残りもね、同じように巻いてください。はい、全部巻き終わりました。今回は全部で10本分です。厚みで言うとね、1センチぐらいのちょっとね、薄めの春巻きになります。もう少しボリューム感を出したい場合は、8等分にしていただくといいかなと思います。それでは今から揚げていきます。ではフライパンを用意してください。まずね、フライパンの底から1センチから 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れます。やっぱりね、春巻きを作るときは少し多めの油でやっていただいた方がね、綺麗に揚げ色がつきやすくなります。そしたら火にかけます。そしてこのままだいたい170度ぐらいまで油を温めてください。は
い、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたらね、春巻きをそっと入れてください。やけどしないようにね、注意してください。それでは5本ずつ揚げていきます。このままですね、全体にいい揚げ色がつくまで揚げましょう。1分ぐらいしたら裏返しましょう。はい、でまたね、1分ぐらいしたら裏返します。あとはですね、両面いい揚げ色になるまでね、時折裏返しながら揚げてください。はい、今ね、3分半ぐらい経ちました。このようにいい揚げ色になったものから取り出していきます。取り出す時もね、やけどしないように注意してください。はい、美味しそうに揚がりました。表面もね、すごくサクサクです。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。表面はね、パリパリで美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで白菜春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこのように白菜とその他の具材がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。表面もね、パリッとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。白菜の甘みと、あとは椎茸の旨味が効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜の春巻きのポイントです。まず今回白菜以外に豚肉も加えてます。この豚肉の部位に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そして今回干し椎茸を使ってます。普通の椎茸を使っていただいてもいいんですけれども、干し椎茸を使っていただくと椎茸の戻し汁を使うことができて旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。なのでぜひね、干し椎茸を使って作ってみてください。そして具材を作る時のポイントです。具材を作る時なんですけれども、まずね、具材全体を炒めて、その後戻し汁と、あとは味付けをして水分がしっかり飛ぶまで加熱してください。ここでね、水分を結構残した状態にしてしまうと油跳ねしやすくなるので注意していただけたらと思います。そして具材の水分がしっかり飛んだら、一旦火を止めて水溶き片栗粉を加えてください。火をつけた状態で水溶き片栗粉を入れてしまうとダマになりやすいので注意していただけたらと思います。そして具材を包む時のポイントなんですけれども、具材はね、まず10等分にしてたくさん詰めすぎないように注意してください。具材を包む時はまず一巻きして、そして両端を折り込んでからきつめに巻いてください。この時具材が飛び出ないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはね、もう油で揚げるだけなのですごく簡単です。目安としてはね、だいたい3分から4分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜の春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。